ワード・ハンソン・ハワード・ハンソンは、アメリカ合衆国の作曲家、指揮者、教育者。サミュエル・バーバーと並んで、保守的なシンドマン主義音楽の作曲家として知られる。好んで、北欧文化を題材とするため、アメリカのシベリウスの異名を取る。ミドルネームは一般には使われていない。ネブラスカ州は風において、スウェーデン系移民の両親のもとに生まれる。幼児期に母親に、 音楽の手ほどきを受ける。1911年に地元和風のルーサーカレッジを卒業した後、1914年にニューヨークのインスティチュート・オブ・ミュージック・アートにおいて音楽理論家でボストン学派の代弁者であったパーシー・ゲチアスに学ぶ。その後にノースウェスタン大学に通い、教会音楽の専門家、ピーター・ラートキンとアーン・ウォー・レドバーグに作曲を支持する。その間、 ピアノやチェロも学ぶ。1916年にノースウェスタン大学から芸術学学士号を取得し、助手として教鞭を取り始める。同年、カリフォルニア州パシフィックカレッジにおいて音楽理論と作曲の教師として初めてフルタイムの地位を得、3年後の1919 19年には同校ファインアーツ音楽院の学部長に選任された。1920年に カリフォルニアの林の劇を作曲し、国内で注目を浴びる。カリフォルニア時代には、初期のたくさんの還元楽曲や室内楽が作曲され、室内競奏曲や公共楽のための伝説曲、公共的教師曲に加えて、クリスマスシーズンの2つの小曲や、スカンジナビア風組曲などのようなピアノ曲もいくつか作曲された。ちなみに、後者のピアノ曲は、 ルター派と北欧の遺産を称えるために作曲された。1921年には、カリフォルニアの林の劇と、公共誌、夜明け前により、アメリカローマ大賞の最初の受賞者となった。この賞金のおかげで、ハンソンはイタリアに3年にわたって滞在した。イタリア時代に、単一学賞による、弦楽誌重奏曲や、合唱曲、永久の光、ベオウルフの愛歌、 公共曲第一番北欧風を作曲した。この公共曲の初演は1923年5月30日に作曲者自身の指揮でイタリアで初演された。ローマでハンソンに還元落法を指導したのはオットリーノ・レスピーニである。ローマから帰国してすぐ指揮活動に取り掛かりニューヨークで自作の音を歌、北と西を手図から初演する。 1924年にニューヨーク州モンドー郡ロチェスターにおいて自作の公共局第一番を初演したところコダック社の創業者ジョージ・イーストマンの注目を引きイーストマン音楽学校の校長職に選任される。以降40年にわたってハンソンはその地位を守りながら同校をアメリカ随一の音楽学校の一つへと育て上げることとなった。これを実現するにあたって カリキュラムを改定し、より良い教師を獲得し、学内オーケストラを磨き上げている。しかも、アメリカ人教師とヨーロッパ出身の教師のバランスを心がけたが、このためミスミス、バルトークを取り逃すことになった。1925年にハンソンは、アメリカ人作曲家間弦楽演奏会を設立した。その後に、ロチェスターフィルハーモニー管弦楽団の一流と認められた。 演奏家とイーストマン音楽学校から選抜された学生を休合してイーストマンドチェスター公共楽団を設立しアメリカ音楽フェスティバルを催した。同公共楽団とは数多くの録音を残し自作の他にジョン・ノールズ・ペイン、ジョン・オールデン・カーペンター、チャールズ・トムリン・ソングリフス、ダグラス・ムーア、ウォルター・ピストン、ウィリアム・グラント・スティルラの作品を録音した。ハンソンは イーストマン音楽学校に在任中に500名以上のアメリカ人作曲家による2000曲以上の作品を初演したことで評価を受けている。セルゲイ・クーセビツキーによるボストン公共楽団設立50周年記念作品の移植に応じて公共曲第2番ロマンティックが作曲され1930年11月28日に初演された。これは 最も有名なハンソン作品の一つであり、SF 映画、エイリアンの幕切れにも伴奏音楽として使われたほか、インターローチェン芸術センターにおいて、演奏会の前後に、いわばテーマ音楽として流されている。ハンソンのオペラ、メリーマウントは、アメリカ人作曲家によって作曲され、アメリカ人台本作家によって、アメリカ的な筋立てが作られたために、最初のアメリカオペラと呼ばれている。 初演は1934年にニューヨークのメトロポリタン歌劇場において、ほとんどがアメリカ人という顔ぶれによって行われた。ハンソンは1929年から翌1930年まで音楽教育者国立協会の総裁を務め、1935年にはザナショナルインスティチュート・オブ・アーツ・レターズ・カインとなり、 1935年から1939年まで音楽学校国立協会の総裁に就任した。1938年にはスウェーデン王立アカデミー会友に選ばれた。これは最初のスウェーデン系開拓民のデラウェア到着300周年記念作品開拓者の参加に対する功労賞であった。百四十四年には公共局第四番レクエムにより ピューリッツァー賞を受賞した。チャット過去近郊の秘書地で、マーガレット・エリザベス・ネルソンと出会い、フルートとハープ、弦楽合奏のためのセレナードを彼女に検定する。1946年7月24日にマーガレットと結婚する。同年、1945年に、ニューヨークのラジオ放送局ワムで放送された一連の演奏に対して、ジョージ・フォスター・ピーボディ賞を授与された。 1946年から1962年まで、ハンソンはユネスコで活躍し、オーボエとピアノのための牧歌は、ユネスコの移植により、1949年のパリにおけるユネスコ国際評議会のために作曲された。1953年には、イーストマン音楽学校の学生の作品を表彰するため、エドワード・ベンジャミン賞の設立に助力した。 提出作品はハンソンによって査読され、優勝者はハンソンのレコードで取り上げられることになった。イーストマンウィンド・アンサンブルの指揮者、フレデリック・フェネルは、ハンソンの最初の吹奏楽曲、コラールとアレルヤを表して、私の20年の指揮活動において一番の待望の吹奏楽作品と述べた。この作品は、今なお、ニューヨーク州学校音楽協会において、 ハイスクールの吹奏楽団に対する課題曲とされており、また、ハンソンの最も頻繁に録音される作品の一つとなっている。1960年には近代音楽の火星の素材平均率音階のための厳選を上司した。ハンソンは決して同時代の新音楽を好まなかったにもかかわらず、同初はピッチクラス理論に基礎を与えることとなった。 同年から1964年までの間、音楽教育国民評議会の理事会に出席する。1961年から翌1962年まで、学生オーケストラであるイーストマンフィルハーモニアを率いて、パリ、カイロ、モスクワ、ウィーンなどの都市で演奏旅行を行った。1964年にイーストマン音楽学校を退職後も、同校との関係は続いた。 ウォルト・ホイットマンの詩によるカンタータ、民主主義の歌は1969年に次期アメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンの就任記念演奏会で初演されハンソンはその日のことをアメリカ音楽のみで埋め尽くされた初めての就任記念演奏会だったと誇らしげに述べたイーストマン・コダック社はハンソンの業績を称えて10万ドルに相当する 証券を1976年にイーストマン音楽学校に贈与し、ハンソンはこの贈り物をイーストマンアメリカ音楽学校の基金に用いるべく、名文化した。ハンソンは80歳代になっても、ニューヨーク州ロチェスターに没するまで、指揮活動を続けた。ハンソンは、現在、シンドマン主義の立場による20世紀のアメリカ人、公共曲作家として知られている。ハンソンは、 当代のモダニズム芸術に常々反感を抱いていた。リズムと色彩の乱舞、線的なポリフォニーの躍動に特徴付けられる同時代の音楽への反感は、旋律美と安定した火星信仰に基づく叙情的、伝統的な表現へと結実することになった。ハンソンのロマン主義への短歴は、18世紀のチェコ系移民による作品やチャドウィックや、 マクダウェルらの作品を手図から指揮して録音した姿勢にも現れている。ハンソンの作品は著しく拡張されているとはいえ超的である。その一方で指揮者としてはデイビッド・ダイヤモンドのモーリス・ラベルに寄せる日かをあまりにも現代的であると毒づきながらも指揮者としてこれを初演し成功に導くなどの功績もあった。ロジャー・セッションズやアラン・ホバネスのような作曲家も 同時代のアメリカ音楽を擁護するハンソンの姿勢に恩恵を受けている。ありがとうございます。